はい、どうも、てるです。小屋です。小屋です。はい、というわけで今回は DM 第4弾誕生マスタードラゴン正義の裁きを上げていきたいと思います。お互いワンボスです。はい、ワンボスです。なんで片方からどっちから来ますか。じゃんけんにしましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ち戦で。了解です。どうぞ。なんか気になるやつがあったらピックアップする形で。カード情報一切見てないです。俺もね、あんまり見てない。コロコロニュースで出てきたやつぐらいしか見てないんで。あと、びっくりしたのがこれ、これサバキって書いてあるじゃないですか。うん、そう、もう一個出るんですよね、この後。ボルネクの時みたいな感じ。そうですね。ガイネク。なんか多分もう情報はちょこちょこ出てるんじゃないかなと思います。まだあんまりはっきりとは見てないから。そう、見てないんですけど。はいはい。開けていいの？開けていきましょう。やった。行きましょう。行きましょう。いや、開けて。抜くのは久々なんだけど。マジでそれ。あ。これなんか大だしな、相手は自身のアンタップスでクリーチャーを1体で破壊するなんか介護感、チェイサーハンドですね。チェイサーハンドの介護感。あ、スズランなんかですね。そうですね、スズラン、新しいスノーフェアリーのブースト、まあ、おそらく悪いことするであろうカード。ターン終了時にマナに置く、そうですね、自分のターンの終わりにこのクリーチャー自分のゾーンに置く、このクリーチャー自分のゾーンから召喚してもよいという。マナゾーンから召喚してもよい、ね、だからずっともうスズラン、スズラン、スズランといえば、そうです、なんか余ったマナでこれをやりましょうみたいな。そうそうそう、そういうことでしちゃうから。はい、なんかベリーライト、そう、これはちょっとなんかツイッターで話題のやつです。なんかあれだ、ネオクリーチャーバトゾーンじゃなくて自分のモノゾーンにはクリーチャーいたりその人にも。ホタテ出すときにマナから完全不明を置いて落城の系でベッてやるんだ。いやでもなんか落城だったら普通に手札進化のあれから行った方がいい気がするけど。なんかマスティーカパンサー、何ですかそれは。トリプルレイカーに絆、このクリーチャーを自分のクリーチャー1体の、なんかすごい能力を使う、相手のクリーチャーを1体ラビー持ち主のマナゾーンに置く、あ、普通にマナゾーンを置ける効果、相手だけ、そうですね、相手だけか、自分を置けたら、自分を置けたらもうな、怖い、怖い、なんで光、あ、ハロウェイや、ハロウェイ、ハロウェイ、バニラだ、バニラだ、来た、これですね、ちょっと皆さんね、こいつこいつ、ちょいちょい、ラジコンボーイです。何それ、スーパーシュートリガーで普通の時はこのクリーチャーを渡された時自分のヤムダの一番下のカードを手札に加える、一番下のカードを手札に加えます。ナッシングゼロとかに下に戻したからかニアリゲットしたからしゅ、そうですね、それもできます。でこのクリーチャーは、スーパーシュートリガーで一番面白いのはこのクリーチャーを渡された時に、相手は自身のクリーチャーを3体選んでそのうち1体を手札、1体をマナゾーン、1体をヤムダの一番下に置けます。なか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 3面除去できるから、そう、でも3面除去が全部バラバラの場所に行くんですよ。そうね、そうだね。お、宿だ、え、宿だ、めちゃくちゃかっけえぞ。何、黄色、めっちゃかっこいい、黄色の DG だから、あれかな、普通に光文明のドラゴンとか、めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる。普通はあれだよね、あの表向きに心臓が表向きだったら離れない、離れない、破壊されない、離れないですね、離れないか、そうですね、自分のクイーチャーがバトルゾーン離れるときですね。自分のクリーチャーがです。すごい、こいつ以外もです。今回はマスターカードとマスタードラゴンカードが一緒に、これはマスタードラゴン、これマスタードラゴンです、これマスタードラゴン、すごい、すごい、いつまでも見てない、宿だよ。金宿、銀宿、何宿なんだ、金じゃないですか、金か、いや黒もあんの、黒めっちゃあわりようの1ターン目でニアリゲット打てるよ。やばいやばい、1ターン目でニアリゲットは打てるんですが、何宿 4-1、 ああ各ターンに自分のクリーチャーがバトルゾーンに出て、その能力が取り出せる、その能力が1度から2取りは、オール4やん、オール4、そう、オール4のクリーチャーオール4出るんだ、じゃあこいつ、これジョリーじゃん、あれジョリーできるくらい、できるよ、これスノーモンついてればな、それは言っちゃダメ、こいつドラゴンついたらアタック守備ラダンデチュエルブとか、なんかそれは強すぎる、それ強すぎる。あとこれです、クジールブッシャーですよ、コストシャラウカンにクイチャー1点とシルト1つ、そして枝を1枚最速2ターン目に出るけど、1ターン目じゃないですよ、クイチャー1体1匹出るんで、盤面になし、まあ1ターン目に出る、ブレイズクロー一応出せるっちゃ出せる、ブレイズクローファンと置いて、もうできる、なんかのシークレット、えチェーンマキシマム、初めて見た、バットアクションダイナマイト3、えビットジョッキー、ビットジョッキーです。で、SA ダブルレイカー、このクリーチャーが破壊されるとき、代わりに自分のビットジョッキー打って破壊してもよい、自分がゲームに負けるとき、または相手が勝つとき、代わりにこのクリーチャーを自分のヤムダに加えちゃう、そしたらこのターン自分のゲームに負けず、相手はゲームに勝てない、待って、見して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 、
でゲームに負けないんですけど、これ負けない効果すごいな。そう、負けない効果がすごいですね、これ負けない。お、森のさばき、お、来た、紋章。そう、今回ね、さばきの紋章ってカードが確かに、ルブ、あ、来た、ルブとプラスで外れてます。あー、もういいっす外れあまりよの。ボールのさばきが隠れてたこと。ルル。ボールのさばきは自分のクリーチャー1体選ぶ次の自分ターンの始まり、そのクリーチャーは全てのバトルに勝ち、自分の効果やクリーチャーの能力によって相手がクリーチャーを選ぶとき選ばれない。今回の段に入ってるサッパーク DG、まあ多分出てないんですけど、まあまあまあ、それで短周路地に「えい!」ってこれ打って DG してって言うと DG がバトルゾーン離れなくなって。離れないっていうか選ばれない、もう選ばれない、選ばれないのにバトルに全部勝つっていう能力になって、やば、なかなかすごい。まあ1ターンは絶対残る。ベルはブロッカー持ってて、ブロッカーダブルブレイカー、自分のターンの前に自分のクリーチャー1体タップしてもよい、そろそろカード1枚引く。まあこの時点でもかなり優秀。自分の光のタップしているクリーチャーが破壊されるとき、ボツに置かれる代わりにバトルゾーンにとどまる。そう、だからね、ベルファーレがね使えないんだよ、コンボに。あ、じゃベルファーレコンボに使えるかなと思ったら、その最後の効果でうってやった。代わりに代わりに、まだ全然来てない。ジョーカー、すごいジョーカー、すごいイラストがすごい。ジョーカーイラストすごい。あ、これがめっちゃ惜しいカードきた。シティボーイ10枚ステルトエクストラか。あ、手札10枚ステルトエクストラターンです。またエクストラターンで、アドグは次の段で、次の段ですね。テレビとか噂されてるやつ、おそらくですね。ラッシュアタックワイルド、絆コンプ。絆コンプ、このクリーチャーアタックするとき、好きな数の自分のクリーチャーの絆能力を使う。自分のクリーチャーを1体選ぶ。そのクリーチャーのこのターン、そのクリーチャーのこのターン最初のアタックの終わりにそれを今、絆の効果をいっぱい使えるっていう。これ絆プラス、これ絆、絆マークの文字だから、いいじゃん。普通に絆はもう統一なんだよ、このマーク。ああ、なるほど。絆プラスはもう一回使える。で、絆は普通に、この能力だけ単体みたいな感じ。バトルゾーン出た時効果でこれが使えるみたいな感じになるかな。っていう。あ、サマキがまた来た。あら。でもあんまこれ、使い勝手はいいかな、ぐらい。このクイちゃんはまたこれ、何かポスト何かって言って、自分の能力を。自分の見た目がすると終了せよ。大コンビ、あ、出た、大コンビ。なんか、貧困ループに入りそうと入れ替えが便利じゃん。好きな感じだから、ゼロ枚を見て何枚回収がいいし、あ、ゼロ枚タップしてじゃなかったらな、ハリケーンそれ、はぁ、当たり。なにこれ、ジーク、ナハト、ファルタ当たりです。自分のターンも始める、このページは自分のターンも手に戻してもらえる。ゲールベスパーとかに入る。あ、ゲールベスパーのね、できるんじゃないかな、確か。マジで言ってんですか。このクリーチャーまたは自分のこのパワー1万2000以上のクリーチャーをどんどん抜きに、自分の4本の上から2枚をマナーゾーンに置く。タップじゃないですね。そしたらクリーチャー1って強いね。めっちゃ使いたくなる。強いね、強いね。嬉しい嬉しい。そうか、ブラストいっぱくにもしかしたら、ブラストいっぱく DG か、朝 DG いっぱい入ってた。おーですね、かっこよ。サッパーク DG、 さこれノーマルですね。これハゼポンの、ハゼポンなんか3枚入ってる。いらねえ、いらねえ。そう、ちょっとね、ちょっと僕は気になってます。割と使えそうだなって思えるような効果なんですよ。そうなんだ。いや、もうかっこいいわ。こっちは当たりだね、めちゃくちゃ当たり。え、いいな、いいな、めっちゃかっこいいな。すごい気になった。かっこいいから組みたくなってるよね。俺もだって DG 組みたいな、今思えば。そう、いや、ここら辺割と好きなんですよ。好きなんですよね。何がいいかな。光物はまあこれと、なんかマペリーと、イスレア、ベリー、イスレア。まあイスレア3枚か。この間イスレア2枚だと気がするから。今日初の外れ箱引いてる。大丈夫かな、今回。生放送で外れ箱引いたんだけど。どうします、もうこれ1種類しかなかったら。絶対。いや、それ怖い。それはもう怖い。宝と見に行っちゃう。ちょっとなんでこれだけおかしいって。マスターが1枚しかないんです。マスターが1枚しか入ってない。スーパーレアも2枚しか入ってない。超ハズレ、超ハズレ。じゃあこんな感じで、はい、じゃあ次は僕抜いていきます。はい、じゃらん。